明日は雨なんかな。頭痛すぎる。はじめ偏頭痛とか大丈夫？お！雨降る前日に頭痛くなる系の偏頭痛です。ってことは明日雨か。こんにちは、はじめ社長です。珍しくちょっと話しますね、いろいろ。いろいろつってもまあ内容は漫画のことなんですけども。僕そもそもあんまり漫画って読まない派の人間なんですよ。どっちかって言われるとアニメの方が見るんですよね、僕。だって楽じゃん。こうやって画面だけ見てたら勝手に進んでいくし、声でもわかるし、何か別にしなきゃいけないことがあってもなんかこうしながらでも見れるのがアニメだと思ってるんで、基本的に僕アニメを見るんですけども、最近ちょっとですね、漫画にハマってしまいまして、こそこそといろんな漫画を買っております、はじめ社長です。スマホで漫画のアプリとかで結構読むんですけども、実際に買うってなるとやっぱそれなりに好きなものしか買わないなっていうことで、ちょっと今日は僕が最近読んでいる漫画の紹介をしようと思います。シンプルやな。まあシンプルなんですけども、皆さん逆に考えてください。僕そうそうは漫画について語ることないですから、僕の趣味というかそういうなんかどんな漫画を読んでるんだろうっていうのを面白そうだなって思ってなんか読んでくれるとまあ嬉しいなぐらいの感じでちょっと何個か紹介させていただきます。では行こう。何から行こうかな。いや、言うてそんなめっちゃ読んでるわけじゃないですよ。全然なんか、いろんな漫画詳しいわけでもないんで、とりあえず僕が読んでみて面白かったなって思うやつをちょっと紹介していこうと思います。まずはこちらです。声の形。はい、これはもう、なんかすごかったですね。映画化もされてて、まあ、話の内容としては、耳が聞こえない女の子のお話なんですよ。映画見てすごい面白そうだなと思って、なんかもっと深く見てみたいなと思って漫画を買ったわけなんですけど、なかなか考えさせられますね。小学校の時ってこうなんかひどいいじめ、悪意はすごいあるわけじゃないんですけども、知らぬ間にやっちゃうひどいいじめみたいなやつがすごい生々しく書かれてて、見ててすごい心が痛くなりました。だから主人公はなんか別にそれが悪いことだと思ってないっていうわけでもないんですけど、正しいことだってどこかで思いながらそれをやっちゃってて、まあ小学校の時に耳が聞こえない女の子にとんでもないいじめをしてた主人公が、まあ高校になってそのことがまた会って、当時のことをどう思ったか、男の子がどう思ってたか、女の子がどう思ってたかとかみたいな感じで、ちょっとお話がどう動いていくかっていうところがあるんですけど、耳の聞こえないヒロインの女の子の翔子ちゃんがとっても可愛いです。トモコちゃんマジ可愛いっすよ、好き。これは面白いというか話が気になるというか重い漫画ですね。主人公も結構暗い人間なんで、読んでてすごい夢中になれる漫画でした。まあ僕はこの漫画を通して何を一番言いたかっていうと、翔子ちゃん好き。続いてはこちら、食糧人類。これはですね、アプリの漫画で見つけて一巻だけ読むとめちゃくちゃ面白いというか、なんか展開が気になる。最近の漫画でよくあるんですけど、シチュエーションをものすごくしてどうなるんだろうっていう気になりが半端なさすぎて、アプリの枠を超えて実物を買ってしまったっていうやつなんですけど、これはまた面白いというか設定が面白いですね。まあこの手の漫画僕結構好きなんですけど、なんかね、地球温暖化がめちゃくちゃ進んだちょっと未来のお話で、主人公が高校生で突然ね帰宅中に拉致されるんですよ。で、拉致された先がなんかよくわかんない場所で、そこでなんか冷凍された人間やなんかすごい太っちゃった人間の姿、よくわかんないことがたくさんあったんですけども、まあその理由がこの中に書いてある、ごめんなさい、後ろに書いてあるの全部読んじゃいました、悪い。まあとりあえずね、ちゃんとその地球温暖化になったのも理由があって、で、なんでそんな冷凍人間とか太らされた人間がいるかっていうと、もうタイトルの通り食糧人間っていうわけなんですけど、まあ何か絡んでるなっていうのが分かっていくお話でございます。設定が面白いんですよね。まず人間が冷凍されてる時点でもうははは、いや、その爆笑することじゃねえな、いや大変ですよ。人間って冷凍されちゃダメですから。冷凍されたり人間がなんかすごいデブにされたりしてて、インパクトがすごくてちょっとハマっちゃった感じです。これ見せ、大丈夫だよね、いいよね。はい、こちら、週末のハーレムでございます。5巻まで、あ、もう表紙が、まあ一言で言いましょう、エロ漫画です。これはもうね、もう設定がね、もう男の子だったらたまらんっていうか、これ大丈夫なのかな。設定だけの話をさせていただきますと、主人公が病気にかかってしまいまして、その病気を治すために、これもちょっとまた未来の話なんですけども、コールドスリープっつって、主人公だけ冷凍して何年後かに復活するとその病気が治ってるよっていう病気にかかっちゃって、5年ほどちょっとコールドスリープで主人公だけ時間が止まってたんですよ。主人公が5年後に起きると、なんと世界中の男性が絶滅していました。これ何を意味するかと言いますと、主人公が起きた瞬間、世界は女の子しかいない状態になってるんですよ。っていうわけで、週末のハーレムってタイトルなんですけど、えら、いや、まさにハーレムです。どこ見ても女の子ですし、男がいなくなった世界ってまたちょっとやばいじゃないですか。子供も産めないから、もう人類が滅亡の道をたどるしかないけど、やっぱそれだとさ、それだとやっぱ人類が滅亡しちゃうじゃないですか。じゃあどうするか。そうでしょ、男性かな、男性は呼んでるともう
ってなっちゃうと思います。僕の周りの人もみんなこれ読んだら最高っつって書いてきます。はい、ラストです。これすいません、僕今日これ読んでて一日終わってしまいました。これねマジで面白いと思うんだよな。かぐや姫は告らせたい。これはかぐやちゃんですね。僕がこの漫画の何をおすすめするかと言いますと、まあ絵も普通に可愛いんですけども、内容がマジでクソ面白いです。またまあちょっと本屋さん行く機会があって、でもなんか書いてあるのがずるいんだよな。天才たちの恋愛頭脳戦っていう男の子と女の子いるんですけども、めっちゃ頭いいんですよ。その天才の二人がなんかもう察してるんですよね、二人とも。そのお互いがお互いを好きみたいな。あ、好きだなーけど俺もまあ好きだけどね、私のこと好きなのですねー、まあ付き合ってやらんこともないですけれどもみたいな。結構そのプライドの高い二人が自分から告白なんてするわけねえぞと、告白したら負けだぞと、なんとしてでもその上に立ちたいっていう気持ちがあって、その男の子と女の子がどっちが先に告白させるかっていう、そのすごい頭脳戦が繰り広げられている。マジで面白いです。ラブコメっぽく見えるんですけども、すごいなんか深読みしすぎててめちゃくちゃ面白かったです。いやすいません、普通に今日声出して一日中笑ってました。今からちょっと5巻読むんですけど多分笑います。見ててください。漫画で声出して笑ったら本当に面白いってことだと思うんで見ます。いやマジでね、2人ともほんとね、2人とも絶対自分から行かないんですよ。これマジでいい漫画ですよ。割とここ最近で一番ちょっと来てる。なんだこのモヤモヤした感情は。2人にくっついてほしい。やばい、どうすんだよ、会えないじゃんそれだと。おいおいおい、やばいやばいぞ。夏休みのくだりがやばい。夏休みって好きな人と会えないっすよね、それです。待ってごめんなさい、5巻がとてもいい話でした。ふざけんなよ、1234まで超面白かったのになんで4巻からこんな泣かせに行くんだよ。天才だよあんた。いやー面白い、マジで面白いですこれは、という感じでちょっと漫画にハマっております。じゃあな。